16年前、ある島の住民全員が一夜にして死亡。事件は政府によって隠蔽された。ただ一つ謎を残して、島から生き残った少年が二人、結城道夫、ガライ雄太郎。いつか悪夢を見ない夜は来るのかな。俺がそうしてやるよ。家族の無残な姿を見て何も感じなかったのか。殺さないでくれ。ムーは今どこにある？ユキには絶対話してはいけない。奴がモンスターだからか。ハッタ、私知ってます、ムーのこと。まだあると。あるわ。俺たちが背負わされた地獄を思えばまだまだ生ぬるい。もう十分だろ。お前は俺を裏切らない。何が目的だ、ユキ。撃ちたければ撃て。ただ撃てばあなたが歴史的な犯罪者だ。世界を変えるのは破壊か祈りか。